俺はもう逃げねえ。守ることから、失うことから。体を貸しただけでね。来たな、人斬りいいぞ。この間の借り返してやるぜ。世のことというのはなかなか思い通りにはいかぬものだな。どいつもこいつも好き勝手、点でバラバラの方角を見て生きていたじゃねえか。なあ、紅桜よ。魂込めて打ち込んだこいつの切れ味、しかとその目ん玉に焼き付けな。この野王の鎖、断ち切れるか。種は消さねばなるまい。その鈍く光る光を。自分の守りたいもののために戦場に立つある。待っていたぞ、お前が来るの。ちょうど腕一本じゃハンデが足りねえと思っていたところだ。どこからなりとも来るがいい。何人たりとこれより先には通さぬぞ。ワクワクするじゃないか。あの獲物は俺のものだ。誰にも手出しはさせない。消えな、ワンコロー。覚悟しろよ、クソジジイ。もうここにはてめえの守るべきもんは何もねえよ。使命だ。侍の一刀は一戦の言葉にも勝る。全ては血風の中で語り合おうぞ。一旦守ると決めたものは絶対守り通す。それが坂田金時じゃないのかよ。もう二度と約束をたがうつもりはねえ。俺がやるまで死ぬんじゃねえぞ。そこをどきなさい、バラガキ。何人たりとも通さねえ。この茨、たやすく通れると思うな。こんなもんじゃ俺は止められないぜ。抜いてみろ、次は打ち抜く。私と同じ人殺しのね。よくここまでこらえたな。もう我慢はいらねえ。大暴れしてやれ、バラガキども。ご謙遜を。あなたたちは立派なエリートですよ。悪ガキのエリートだ。毒のはてめえだ、エリートさんよ。見えない明日も探していた。この街の背中は任せて何も考えず、てめえの眼前の敵だけ切り伏せろ。てめえが倒れない限り誰も倒れやしねえ。国取り合戦開始だ。あの主にしてこの臣あり。つくづく女をなめ腐った国、最後の仕上げね。変わらんな、お前のその目は。てめえ生きてやがったのか。来いよ。ここが俺とお前のデート場所だろうがよ。死に損ない目が。地獄へ帰るがいい、白夜叉。お前はもう俺から何者も守ることはできねえ。それがお前があれから見つけたもんか。よろずよ、将軍様を頼む。さっさと行け、振り返らねえよ。勝負はこっからやる。よく見ろ、お前の敵を。俺たちはよろずを守ってきた三人だ。俺たちはよろずやだ。もし戻るところがあるならば、そこはお前らもいる場所だ。ヒーローはここにいる。大将の冠はてめえの頭の上にあるんじゃねえ。俺たちの大将返してもらうぜ。副長、局長を頼みます。どうして抗うの。君は私の剣を知っているのに。失せろ、防衛。君の剣じゃ私は切れない。貴様たちが掲げていた旗はもうない。戦う新選組。てめえが原骨振るわなきゃいけねえやつは今ここにいんだろ。なもん目つぶってても見えるぜ。お前の相手は国なんかじゃない。私に全部舌噛み切らねえように気をつけ。これで最後。犬は犬でも血に飢えた狂犬といったところ。俺たちの最初で最後の依頼だ。歌舞伎町でまた会いましょう。使命だ。銀玉乱舞。2018年1月18日発売。
銀魂乱舞テーマソングスクランブル。なんとスパイエアの皆さんがこのゲームのために楽曲を書き下ろしてくれました。マジでか、バレーアニメから私たちのところに戻ってきてくれたのか。いやちょっと休憩時間なだけだろ、試合始まったら戻ってくぜきっと。やめろ、もう作ってくれなくなるだろうが。スクランブル、ゲームと一緒に楽しんでくださいね。早期購入特典は？でゲームがなくなる！ちょっと、なんてもの特典につけてるんですか。ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲じゃねえか、完成度たっけえな。おい、あのこれ大丈夫なんですか。大丈夫ね、ただの雪像ある。何と勘違いしてるあるか、新八キモやる。まあテレビ CM で流そうとしたら偉い人から NG 出たけどな。全然大丈夫じゃねえじゃねえか。しゃあねえだろ、ユーザーの投票で1位になっちまったんだから。みんなアームストロング砲ゲットするある。予約特典は銀魂乱舞ドラマ CD。 予約特典って時々予約しなくてももらえるからって、予約しないでいるともらえなかった時にやっぱり後悔する。バンナムから銀魂乱舞の宣伝部長に任命された俺たちが、めんどくせえことにプレイアブルキャラの技中の決め台詞を考えることになりました。そして僕たちの考えた決め台詞はゲーム内で実際に使用することができるんですよ。やっぱこれ俺たちの仕事じゃなくね。そうね、なんで私たちが決め台詞考えなきゃいけないやろか。働けバンナムこの野郎。まあ落ち着いて二人とも、報酬だってたんまりもらえるんですから。私たちが金だけで動く卑しいやつだと思ったら大間違いね。ああ俺たちを動かしたかったら66兆2000億持ってこいこの野郎。何々白鳥だよ、まったく。いや金で動いてるじゃねえか。あとにかくただいま公式サイトで僕たちと新選組の皆さんによる姫ゼリフ考案編の後日談宣伝編を無料公開中です。宣伝編そして姫ゼリフ考案編両方ともチェックしてくださいね。そして AV エディションも同時発売。あの元国民的アイドルがついに無駄。ちょーちょちょ違いますよ銀さん。アニメサウンド&ボイスエディション、歴代主題歌と限定ボイスを収録した限定版です。だよ、紛らわしい名前つけるんじゃねえよ。そんな限定版発売できるわけねえだろうが。とにかく今すぐ予約してまんま豪華な特典をゲットするよだし。バンダイナムコ